イラクリオン国際空港はギリシャ共和国クレタ島、イラクリオン県イラクリオンにある国際空港で、ギリシャ国内ではアテネ国際空港に次いで2番目に利用客の多い空港である。また、イラクリオン出身の作家、哲学者の中からニコスカザンザキス空港とも呼ばれる。空港は1939年3月に開港し、152が最初の乗客を運んだ。 空港はターミナルもなく平らな農地に作られた簡易的な飛行場という状態であった。その後、第二次世界大戦中に空港は一旦閉鎖されたが1946年の秋には発着が再開され DC-3 が発着するようになった。1947年に最初の小さなターミナルが建設され、翌1948年に ヘレニック航空の商業便の運航が開始された。1953年には長さ1850メートルの舗装されたレーキ27滑走路が建設された。翌1954年には48機の DC-4 が初めて空港に着陸し、同年の利用客数は18000人となった。1957年以降、オリンピック航空が空港に就航し、 DC-6 によるサービスを開始した。1968年から1971年までに、滑走路は2680メートルに拡張され、さらに新しいターミナルや、その他の施設が建設され、本質的に新しい空港となった。1971年3月18日、開港以来初の海外からのチャーター便が就航した。 新しい空港自体は1972年5月5日に正式に発足した。最新の空港拡張プロジェクトは2017年10月に開始された。このプロジェクトにはギリシャ政府からの資金は投入されず、インフラ運輸省とギリシャ水道省との合意の下デューティーフリーショップス SA が全額出資する。プロジェクトには以下の項目が含まれている。 プロジェクトは2017年10月に始まり2018年3月30日に終了した。その他の回収旅客便4社のうち2社が拠点空港、もう2社が商店空港としている。ウィキメディアコモンズにはイラクリオン国際空港に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。